こんばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、リーバイスのスウェードジャケットを着て、マリメッコのストライプシャツをちょっとチラ見せさせてます。であまり履かないんですけども、リーバイスの505を履いたスタイリングになっております。以前もお話をしましたが、ちょっと髪型を変えてみました。結構長い間同じような髪型をずっとしていたので、少し前髪を作ってみたり、もともと癖っ気でかなりこう強いテンパなので、それを活かしてしてみておりますが、また飽きたら元に戻すかもしれないんですけども、しばらくちょっとこういう髪型をしてみようかなと思っております。それでは今回の本題に入りたいと思います。今回はですね、男の定番服ボリューム9ですねをお届けしたいと思います。9まで来ましたかって感じなんですけども、まだまだやっぱりこれは持っておかなきゃいけないなっていうアイテムもたくさんありますので紹介したいと思います。今回は靴です。そのアイテムがこちらになります。靴というと1回目クラークスのデザートブーツにしました。まあちょっといろいろ迷ったんですけども、靴クラークスかみたいな感じもあったんですが、私が紹介するならクラークスでいいかなと思っていて、2足目も迷いました。どれにするかなと思ったんですけども、やっぱりこれかなと。ジェームウェストンゴルフの肌寒くなってきましたので、まあ時期的なことも考慮すると、ローファーではなくてやっぱりゴルフの方がいいなと思って、まああくまでこれは個人的にですけども、ジェームウェストンといえばローファーだって言われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、私的にはやっぱゴルフだっていう感じがしていて、やっぱりめちゃくちゃ履きやすいんですよね。で、安心感安定感っていうのはもちろんありますし、コーディネートをした時のこうまとまり感で、とてもカジュアルでスポーティーな靴ではあるんですけども、ですがやっぱこうウエストンが手掛けることによってとても上品でエレガントに見える、これがこうウエストンの魅力、これがウエストンゴルフのもう最大の魅力だと思っております。あともっと言うと全天候型っていうところも魅力の一つかなと思っております。雨だろうが雪だろうが何でもいけちゃう。で、革も丈夫ですし、ソールはラバーですし、ソールのこのラバーも硬いので、雪が降った時はやっぱりめちゃくちゃ活躍しますね。特にこう降りたての雪、まだこう固まってない雪なんかはもうゴルフが最強ですね。こうくさっと雪をかき分けてコンクリートまでちゃんと届いてくれるので、グリップしてくれるっていうのがいいなって思ってます。パラブーツもラバーソールで有名だと思うんですけども、パラブーツ雪の日履かれる方いらっしゃると思うんですが、意外とパラブーツ滑るんですよね、雪の上。ソールが多分柔らかくて雪をかき分けずにコンクリートまで届いてないんじゃないかなっていう、まあこれは私の仮説なんですけども、ゴルフの方がこうグサッといってくれる感じがあって、もう滑らない、そして雨に強い雪に強いっていうところで、まあ全天候型シューズだなって思っております。まあ唯一いけないのがやっぱり真夏はちょっと重くなっちゃうんで、どうしても真夏のこう軽い感じのスタイリングの時にこれを履くとどうしても重くなってしまうので、まあそこだけ使えないんですけども、それ以外はもう本当にいつでもいける。で、まあこれからの時期ですと上半身にこうボリュームが出てくると思いますので、まあその時にはもう本当にどんな時でも履ける靴だと思っておりますので、これは最強ですね。本当にカジュアル最強靴と私は呼んでおりますが、まあそれは多分今後も一生変わることがないだろうなと思っております。カジュアルスタイリングにこれを合わせた時はもう最強ですね。本当にこれ騙されたと思って買える金額ではないと思いますが、騙されたと思って買ってみてください。本当に素晴らしい靴だと思います。先ほども言いましたが、パラブーツのシャンボーと、まあデザイン的にはそっくりなんですけども、ですがこれは全然違います。まあパラブーツはパラブーツでとてもいいんです、私も大好きなんですけども、やっぱりパラブーツのシャンボーとはもう全然違います。似てはいるんですけども全然違います。これは奥様とか彼女とかに言うとはって言われると思うんですけども、ですが全然違いますので買っていただきたいですね。このチャンネルを見ていただいている方には絶対に持っておいていただきたい靴になります。もう本当に美しいですがカジュアル、
エレガントなんですけども武骨っていう、まあそれを本当にいいバランスで整えている靴だと思いますので、ぜひゲットしていただければと思います。男の定番服ボリューム9ですね、今回お届けさせていただきました。ジェームスのゴルフ、ちょっと登場遅いなって思われてた方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ皆様ゲットしていただいてコーディネートを楽しんでいただければと思います。それでは今回のタクミクロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。